どうも原田洋平ですでその後ですね、えー、ツイッター上では「6日目の父の容体」っていうふうに書いてあるんですがおそらくこれ日数間違ってて父が病院に運ばれてから6日目ってことなんで倒れてたのが3日目なんで多分9日目ぐらいですかね、えー、お医者さんからお電話かかってきまして、まあ、意識も朧ろうとしていると40度近く熱が上がっちゃってると、えー、引かないとそれから今はその右下 腫れ上がっていてかつ発疹みたいのが全身に広がってるみたいな感じで悪いという状況を聞きましてもうこれツイッターもついついしたんですけどねで、えー、まあびっくりしましたわっともっと悪くなってんのとあのあの時点で相当悪くてもう病院行ったらよくなる一方だと勝手にねど素人ながら思ってたのうええっていうので、まあ、びっくりしたと。でそれから、えー 少しで、えー、病病院院をちょっとと大学病院に変わると要するに今まで、えー、皮膚の検査をしてたけどどうやら皮膚の表面上の話じゃないという話になってで大学病院の方が全身が見られるということで「お父さんうつしますけどいいですか?」って電話かかってきたんですけどちょうど私それ大,大事なミーティングの最中に先生から電話かかってきたんで「先生すいません」「ちょっと打ち合わせなんで切ります」って切ったんです。 本当を言うともうとともちょっと待っっ待て欲しかったんですどうしてもこっちにも事情ありますからねうん先生も忙しい今特にこういう状況ですか分かるけどねそれは全部に対応全部の時間出るってのは難しいですからこちらもね生活がありますからで少ししたらもうあの大学病院に行くということは決まっていて2番目に連絡先になっているうちの母親に電話してうちの母親が同行して大学病院に運ばれたと。 ういうことを聞きましてもうちょっと待ってほしかったなというのもあったんですが致し、まあ、方ないところもあるのかもしれませんがそれで、まあ、大学病院に行きましたで大学病院行って、えー、母親があの先生から診断書みたいなの書いてもらってね要するに母親がもう僕はきつく言ったもんで、えー、ちょっとまあしっかりしてないもんですからあちょっと先生の言ったこと書いてくださいみたいな感じで、まあ、診断書みたいなの書いてもらったのがツイッターに載ってるこれです まずですね私がこれでまあちょっと多形性なんちゃらってちょっと難しくて褒めないんですけど、えー、これが診断症です。で、えー、まずですね私がこれでホッとしたのがですね一番最初に先生に言われたのが「あのまあ、コロナのワクチンでしょうね」って言われてたのが何か途中からですねひょっとすると、まあ、その可能性もあ,ありますねみたいな感じでちょっとですね、まあ、先生もだからあんまり、うん、今回すごく良かったのは皆さんいい先生で。 誠実なんですよでこれあの本当にコロナのワクチンというのは製薬メーカーじゃないと分からないってみんなおっしゃってくださった。あこれもう一つ言いたいんですけどテレビで出てらっしゃる先生結構断定口調で話しすぎですよね。これは本当に問題だと思います。やっぱりあの僕が直接接してるお医者さんたちは正直ワクチンについて分からない製薬メーカーじゃないと分からないはっきりおっしゃってください ところがテレビで出てらっしゃってる専門家の皆さん、お医者さんの皆さん、結構言っちゃったりすると。で、場合によっては産婦人科の先生とかも出てて、さすがにそれ関係ねえだろうっていう人たちも自信満々で言っちゃったりすると。まあ、テレビっていうのはエンターテインメントのショーの場なので、えー、僕も出させていただいてる立場としては、まあ、わからんでもないんですが、まあ、今回はちょっとさすがにね、状況が状況ですんで、ちょっとその断定口調っていうのはやめられたがいい。 あともう一つは断定口調も良くない上に、えー、加えて、えわ、ー、からないもんだから。わか,からないって誠実に言ってほしい。これこそ誠実さ。お医者さんとしての誠実さだと思います。わからないんだけども、やっぱり専門家としてテレビ呼ばれてね、場合によってはもっとはっきり言ってくれる人がいいって自分が出れるかもわからないっていうのもあるのかもしれません。わかりませんかなんで、 要するにもう、小学生でも分かることしか言ってないし専門家やお医者さんがテレビ見ると多いですね。つまり、ワクチンというのは多くの人には副反応が出なくて大丈夫です。だからそれは分かってるよ。こんなもんもう見れ分かるだろうという話。こんなことをね、力説して言われても何の学びもないですよ。うん。ちょっと問題。むしろ、まだこのワクチンというのは治験中だし、分からないこともあるし、 えー、私は分からないっていうふうにねさすがにこの有事においては分からないってことを言ってほしいそれはすごい思います今回は僕は先生に恵まれて正直分かりませんっていう方が多かったんでそれは本当に救われましたね救われた一方でものすごい不安えこれ親父ひょっとしたらこんな目に遭ってんのにワクチンのせいじゃないってされちゃうの親父の病はそうやって違うとこで ただ高齢者がぶったれたようになっちゃう。不安がすごく多かったです。ところが話を戻すと、えー、その大学病院に行った時に、診断書に、まあ、母親が聞き取れないから先生書いてくださいと言ったのが、こうそうして、コロナワクチンの可能性が高いというふうに明記されていただいて、えー、診断の症状よりもそれにほっとしました。ああ、よかったと。家族からしたら、私たち素人ですから、本当のところはわかりませんが。 どう考えたって、あんな減らず口で元気な父親がワクチンで倒れてんだから、それはもう、ど、どんなド素人だって、それは感じることで。ところが途中から、うん、ワクチンの可能性もありますね。最初高いみたいな表現が、ワクチンの可能性もあるでしょうね、みたいな。私たち分かんないんで断言はできませんが、みたいに言われてたので、おい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 。それ、分からないっていうのが先生にとっては誠実かもしれませんが、家族からしたら、おおい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 、マジかよ、と思ってたところで、大学病院の先生が、 ワクチンの可能性が高いいいと言っててただいてでこれでまあ実は私は一番ホッとしたのそこでまあほとしたって言うと変ですけどねでもホッとしました最初水暴走とか言われてたんで特にホッとしましたそれで、えー、おそらくテレビで何件か取り上げられたのもその診断書があったからだと思いますなかったらね、えー、メディアもちょっと怖くて取り上げられないっていうところがあったかもしれないですけどそれはすごくホッとしました まあ数日また高熱が引かず物が食べれないっていう状態でえまあとにかく心配してでもあのやっぱ救命病棟ですから先生もそんな頻繁にね先生から言われたのはえ悪くなったらご連絡しますとあるいは転院するとかね特別の現状維持あるいは良くなったっていうのは電話しませんそれはもうお忙しいでしょうしあの仕方ないと思いますでもまあ 心配ですよ、家族としては。せめて良くなってんのかな現状維持なのかなってもう何日かこうやきもきしながらお話ししてましたでその最中にちょっと私もちょこちょこメディアに出たりしてあ河野大臣へのコメントも書いてますねやっぱり河野さんすごく人気もあるしツイッターのフォ,ーもフォロワーも200万人いるしいろんな発信するしワクチンの担当大臣になった時はプロジェクト X ですって 言ったでもあなたのプロジェクト X ってこんなことなのって正直家族として思ってしまいましたなのでぜひあの前も言いましたけどワクチンのリスクっていうのもね伝えた上でプロジェクト X 僕が大好きなプロジェクト X っていう番組はやっぱりいろいろね大変なことありながら最後はみんなが笑えるって番組でしたから、ね、うちの家族も笑わせてください本当に心の底からそれは思いました 耳障りのいいキーワードだけではなくてみんなで笑おうよというのはすごくお願いしたいと思います。で、それから、まあちょっと私のツイッターも少し怒ってるんで、えー、批判的なものが多くなっちゃってそれは申し訳ないなと思うんですが、まあ、父の投稿を載せたりとかところどころあんまり暗いのも皆さんに申し訳ないなと思ってちょっとハゲネタ入れたりとかいろんなことをしながらいますで と、えー、とうとうですねそれから数日たってあのお医者さんと話してた時に、えー、予約すればオンライン面談というのがコロナ禍なんでオンライン面談らしいんですけどできるというのを聞いてでぜひお願いしますっていうんで、えー、オンライン面談をしたということです。